さあ始まりました、次郎の天下への道。今回の対戦相手は川原さんということで、前半かなり厳しいこっちへと吐きながら置き時分回しましたけれども、まあなんとか天国行ってくれましたんで、ある程度出玉確保できたというところで、ここで中間報告なんで、川原さんにちょっと電話して現状聞いてみようかなと思います。あ、帰ってきた。出ます。はい、もしもし、次郎です。川原です。お疲れ様です。はい、どうですか、調子の方は。はいはい、そうですね、どうもこうも、バラエティコーナーに相変わらずいます。でもなんかちょっとこう口ぶりというかテンションというかを見てると、まあ負けてんちゃうかなって。いや、あれ、え、あれ、どうすか。まあお金はそこそこ使ってはいますけど、はい、あらら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 。いや、そういうそっちはどうなんですか。あの、僕はもうすごい苦しかったですよ、本当にすごい苦しくて、あ、これもう負けたなって思ってたんですけど、思ってたんすけど、なんとか巻き返したというような感じでございますんで。マジっすか。え、いや、まあ爆発的に出てるわけじゃないんですけど、プラス、何ですかそれ、難しい言葉使って。いや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 、そんな逃げないでくださいよ、そんな。あー、まあギリプラスではないぐらいです。マジか。いかがですか、それを聞いた上で。え、いや、え、いくら、いくら、いやこれって別に言わなくてもいい。負けてるでしょ川原さん、絶対絶対負けてるでしょ。でもちょっとだもん。いや、ちょっとかな、ちょっと。あ、これはでももしかしたらいい戦いかもしれんすね。でも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 、こっちあの500人くらい来てるんですよ。何がすか。500人くらい来てるんで、あの掛け10だから5000枚出さないと掛け、いや勝てないっすよ。500人来ても掛け1なんで。え、掛け 1?かけ10じゃなかったっけ。え、かけ1じゃなかったっけ。いや、10ですよ。かけ10だったっけ。500人来てたら負けてるわ。じゃあかけ10っすよ。10でしたわ。やばい、負けてましたわ。5000枚だから、5000枚ぐらい出さないと。初めてのパターンですね、自分の出玉盛るんじゃなくて来てる人の数盛るっていうの。今までいなかったっすわ、新しい。まあちょっとそこはね、僕勝てない部分なんで。まあでも、全然大丈夫です、 ですよ。全然来てないんで全然大丈夫です、すいません。自分でちょっとなんか胸が痛くなってきました、はい、今悲しくなっちゃいますね、確かに。当たってんすか、ちなみに。さあね、うわ、絶対通常時やということで。バレとる。後半戦もよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい、はい、絶対通常時だって言われた。自分の出玉もそうですけど、もちろんなんですけど、もう今店内にいるお客さんの力を借りるっていう手もね、あるんで、皆さんにいっぱい出していただきたいなと思います。はい、後半も頑張ります。まあ、やっぱり川原さんってまっすぐな方ですから、そんな人になんか嘘ついてどうこうするような人じゃないですよ。川原さんは負けてますということで、負けと負けの戦いですが、どちらの方が負けないかっていうような戦いをしたくないんですよね。まあ、僕は僕でプラス収支を目指すというような感じで頑張っていきたいと思いますので、後半戦しっかりと頑張ります。ちょっとでも良さそうなら飛びついてやるぞという覚悟を持ってジャグラーコーナーを物色しております。回ってないもんな、わからんな、やべえな。あれ、初当たり軽そうじゃない。157、217、70、177、70のところは引き戻しの可能性もありますから、初当たり4回ちょっとラストチャンス番長3にかけてもいいかな。さあ、それでは番長3打っていきます。なかなかもうないんすよね、これは勝てるぞと思えるの台が。まあ、ATI タイプ ART、もうちびこいも30杯もいろいろと見ましたけれども、バラエティコーナーまで
ちょっとこれなら勝負できるぞと思いを託せる台がないので、ふわっとした構成って狙いではありますが、まあ、初当たり4回引いてて、4回とも初当たりが軽い台、軽いオス番長3打っていきます。で、番長3は背中側とかにも出玉出てる台とかもあったりするんで、もしかしたらもしかするぞと、まあ、ベアウト高い騎手ですから、なかなかこっそり6山盛り入れてみたいなことないですけど、まあ、理由を求めて打ち台を探した結果、もうこれしかなかったと。あんまり残り時間もないですが、ちょっと精一杯頑張っていきます。瞬間移動っすね。なんか味気ないな、これシャッター動かんかったら。ボーナスとか当たった時、轟きがうわーってやるだけってことでしょ。よしよしよし、270ゲーム対決カウンターから、あ、そうか、閉まらんからか。なんやあれ、見たことないぞと思って、こんな演出閉まってないだけやった。さあ頼むぞ。大相撲か。もうちょっといい対決もらえると思った。まだよっしゃ、勝った。あれ、はい、あ、なんかすっと大相撲勝ちましたね。なんかボーナスの時わーとかいう話までして、通常、いや、まあいい台の特徴の1個ですよ。総投資が36本、あの持ちメダルで台頭ができないので現金投資です。いや、マジか。なんなら青7なんか出てきちゃったりして、青7残すところ打てる時間なんて1時間から2時間ぐらいしかないんで、なかなかこう絶対6だろうみたいな感じになることってあんまないと思うんですけど、まあいい挙動やな、ぶっちぎりやな。あ、これがないんか。ということでボーナスからの上乗せはなし。いやー、ありがてえなー。通常ボーナスも引き戻し特訓も偶数なおかつ高設定ほど行きやすいと、まあ、引き戻し特訓かどうか分かりませんが、履歴になった70ゲームで当選、まあ、ゲーム数的にはでもすげえ怪しい。その量さあ頼むぞ、ベル引きまくる。いや、あー、もう頑張ろう。勝て、これで勝て。もう一丁、大丈夫やろ、これは大丈夫でしょう。よし、まあなんかね、
正直4-6期待したいところですけど、欲しいのは出玉と。カカカカ。今回は赤だな。これよこれ、ボーナスと RD のこのループ。赤だった。7揃いはなしです。あ、射程ついてきてる。よしね。おい、さっき買ったよ。買った。いいな、なんか素晴らしいな。いいタイミングでいいもん引けてますね。まさかないか。あ、連チャン。よし、いいよ、ここで MV。一発で足りひんか。勝ってまえ、勝ってまえ。あかんか。さあ2セット目。ああ、17か。さあいい対決をくれ。あかん、ベル引けへん。うわー、ベル引けへん。頼む、勝ててくれ。そう、スーポーランかな。ダメか。まあまあ、でもよく頑張った方じゃないですか。ボーナス2回引けて2連で終わって490万円。調子がな、3万もいっちゃってるんで、もうここまで止めたい。まあリセットされてるっぽいんで、777が、ね、天井ですし。あ、ダメでした。6-2。まあでも3分の1なくなったので1枚入れます。もうこれだったら天井777を目指した方が倍チャンスついてるし。あ、3連。当たんないですね、多分。もろい。ダメだ、当たる。え、当たる。え、浮かつかな。しない、浮かつしない。まあこれはいい、喜ばしい、喜ばしいことです。ありがとう。よし、来た。いや、これで超えたらね、どうしよう。はい、よかった。777ゲームの天井で、当たりました。当たったと言っていいのか何なのか。天井ですので、バイチャンスのチャンス、あります。ただ投資は49,000円です。果たして残り時間で49,000円取り戻せるのかっていう疑問はちょっとあるんですけど、とりあえずこのバイチャンス無駄にしないようにいきますね。いやー、しびれるな。でも
でもこれもう裏町しかないって分かってます。ますよ。おい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 。でもねこれ結構騙されるときあるから、お願いします。やったっしゃ、決めた決めた。もう今、もう今が最高潮なんで今やめたいぐらいです。あーよかった。とりあえずイエス入りました。アバイチャンスあるしね。これがまあとりあえず100を超えてほしい。ちなみに今約52,500枚、2500枚ってことは、お、ちょうど1000ゲームあればいいってことは500ゲームでいいってこと。おー、そしてここでも乗せちゃう。休憩大事。あー、もう無心で行く、無心で。もしもし伊藤です。もしもし邪魔、おじい邪魔だよ。乗るまで待とう。よし、500、あ、早い、早かった。もうちょっと伸びてくれてもよかったかなと思うけど、まあまあまあ。からの134ゲームからの、はい。足されてますね、10ゲーム。144ゲームの2倍で288ゲーム。まあこう見ると結構でかいと思います。ただ2500枚にはまだ追いつかないんで。よし、あ、でもしかも20ゲームあるのか。だから308ゲームスタートですね。よかった、やっとカメラに映れた。高い。お、激アツだ。やった。セカ。やるい。何で行こう。でもゼロはな、やっぱちょっときついんで。ここは表の挑戦。いや激アツですね。チャンス目も切ってるけど。一応発展する。おお、え、あ、チャンス目。もしかしたらもう一個ぐらいストップしてるかも。引いておりまして、これ多分スイカで当たってるやつだと思います。来週も見てね。何にしましょう。まあでもちょっとドアツでも時間ないって言いながらもうちょっとやりたい。そう考えるとちょっと一発おもちゃをいっちゃう。おもちゃで行きます。上乗せかな。上乗せ20。ごめんなさい。お銀ちゃん来てもおかしくない感じだったよね。ありそう。あ、また激アツ。
ンスも大きくチャンス目かなんかです。どうしようかな。じゃあ裏町行くか。近場近のまだ足りないんで次こそ500。いや500でも足りないのか。よっしゃよっしゃよっしゃちょっと今回は自信ない。しまらん。あーもったいない。もう一個当たってないかな。いやー通常ボーナスから始まって約500枚ぐらい出てくれたんですけど、もう持ちメダルも風船のともちびもう5、60枚しかないです。周り見に行きますか。あの番長挙動ね、まあ、通常ボーナスも引いてるし悪いとは言えないですけど、まあ、残り時間も考慮するともうわずかしかないんで、まあ、最後 A タイプで引ければラッキーみたいな勝負しようかな。ね、この前日ビッグ30ついてて、まあ、履歴見れないんですけど当時良さそうなんですよね。9-11、2352回転で前日、まあ、レギュラー先行してますけど5410回転で17-25とこれ以来、まあ、朝一の学校見てないんで何とも言えないんですけど、まあ、当日441ハマってると。で多分背置きもあってリセットもあってみたいな状況なのかもしれませんが、ちょっともうかすかな望みに託してちょっとの間打ちます。合着でもしかしたら2つ隣とか朝一学訓見てたら座ってたかもしれんわけですもんね。って考えるとまだまだいろんな攻め方があるなと。まあ朝からなかなかね下見したわけでもないんで強弱の履歴をとかはあんまならないですけど、さあ信じてるぞ。1回ぐらい光ってくれ頼む。使いました。ほんまに川原さんにもそうですし今までこの番組でもそうですよ。たくさん偉そうなこと言ってきましたけど結局まあ負けるときはすんなり負けると。残念無念、僕はこれじゃ多分勝てへんのちゃうかなと思うんですけれども、まあとりあえず、実戦終了いたしまして川原さんがこっちへ来るのを待ちたいと思います。でも実際にさどうなる、時間ってどういう風になる、取り切る本当待たせることになるんじゃないの。おお。そしてこっか、あ、そしてゆっくり、そうです。あ、ましたね。はい。さあ。そしてから。そうです。いやもうどうしよう。何選んだらいいのかわかんない。何選んだ方がいいと思いますか。え、僕選んだことやらないんですよ。僕裏挑戦やらないの、しかやらないんだ。あーなるほどなるほど、勝負師だった、勝負師ゴリゴリの勝負師だった。でもじゃあ裏挑しか選ばないとおっしゃるので裏挑でいきます。そっか、いやない、今日
京チェリーが消え去りました。いやなかなかむずいよな。もう裏挑戦で失敗しまくるともう本当自分のこと嫌いになる。本当に終わってしまうでよ。意外とさらっと行きました。328ジャム903枚。降りてこい。ない。はあ。300ゲームスタートなんで全然乗せてないですね。20しか乗せてない。はあ、903枚です。ちょっとこれだけいいですか。うん、引導箱自力で一回も勝ってない。キャスゾーンからもまあ当たってないんですけど。はい、ということでお時間が来てしまいました。もう少し上乗せしたかったなと思うんですけど、まあ、とりあえず家康は出せたんで、あとは、まあ、さっき電話してからじゃ可能性は薄いかもしれないんですけど、次郎くんがいっぱいまた追加投資をして買ってくれてることを祈ってます。さあ、実戦が終わってから約1時間半2時間ぐらいですかね、まあ、この収録、まあ、6回目にしてまだやっぱ思いますね。これこの時間どうにかせえへんのかなっていうぐらいのブランクがありましたけれども、間もなく到着するということみたいなんで、あれ来た来た下手やな入りづらいわ。お疲れ様です、はい、お疲れ様です。いやいや、どこぞの町娘かと思いきや川原さんやってきてくれましたけれども、どこぞの町娘って、はい、ここ今まであのおっさんしかいなかったんです。なんかそうらしいですね。そうなんですよ、あのなんかダンボールの侍とか今まで顔隠れてんのに顔芸する忍者とか、なんか変わった人ばっかりやったんですけど、もうこの世の男子はもうよだれ垂らしながら見てますよこれきっと今。いやいやいや、よだれ垂らすほどのものではないです。いや、ものですよねこれ。お綺麗な、よく似合ってらっしゃるといったところで、すべて棒読みですね。いや僕でもあのなかなか女性の方と共演する機会がなくて、クスクだ。いや、あったんすけど、あるんすけど、うん、そのまあね、じゃ同じこう所属してる人たちなんで、はい、ちょっとどう何を喋ったらいいかとかもあんま分かってなくて。え、自分の自分の番組なのに。そうそうそう、女子がいきなり来ても困ると。しかも綺麗どころブスしか隣には準備すなって言いたいんです、僕は大きい声で。で、綺麗どころのこういうもね、なんかチャキチャキのお待ち娘が来られても困りますと言ったところで、はい、まああの綺麗とか綺麗じゃないとか関係ないんです。この番組は出玉出したやつが一番偉いんで。そういうことですね。そうなんですよ、はい、すいません。なんで早速結果の方参りたいと思います、はい、まずは援軍です、はい、こちらです、はい、ドン、はい、はい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 。もう終わりですか。あ、終わり終わり終わり、次次次次いいんだ玉玉玉玉だけやから大丈夫だ。玉だけやから、はい、式ですね、うん、はい、はいはいはい、式はこちらどうぞ。はい、その差7ポイント。それだけですか。オッケーオッケーオッケー。次次次次次我慢、次我慢。ここまでで結果決まることないですからね。まあないっすね。はい、はい、じゃあ最後サマイスですね。はい、はい、投資1880枚の回収が945枚なんでマイナスの935枚でした。マイナスじゃん。あれ、まあ、後半はほんまに寝てただけでしたね。ちょっとお昼ご飯食べて眠なって寝てただけみたいな感じでしたけれども。お疲れ様です、はい、お疲れ様です、はい続いて、はい、私ですね、はい、投資が2303枚使っております。はい、ありがとうございます、はい、助かります。回収が782枚、はい、いいよ。マイナス1521枚ですということで僕の勝利なにこれすいませんね、なんかでもマイナスじゃん、どっちも。そうなんです。だからあの正直ちょっと川原さんあれ結構時間かかってんな、これ危ねえんじゃねって思ってましたけど、うん、こんな負けてます。まあ時間もあれもうこれぐらいしかなくって、これ打ってんのやばくねって思いながら、まあまあ
天井行って、あら朝市天井行っちゃって、はいはいはい、でも家康をちゃんと引いたんですよ。あ、すごい、バイチャンスと家康、バイチャンスですごい。で、まあ、300ゲームぐらいでスタートして、はいはい、320ゲームぐらいで終わりました、まあ、結果見えてましたもんね、確かにこっち先聞きたかったな、そしたらドキドキできたんやけどな投資2000ぐらいからもう買ったと思ってましたすいません、これね、僕のこの天界の道を邪魔してきた人たちをぶっ殺していくような番組ですんで残念ながらここで川原さんはそうなんです、そうなんです、切腹とかじゃないんだね、じゃないです、まあそこはもう、いや大やけどだけで書いていただきますんで保険証持って死んだ方がマシやわ保険証持ってきてもらってるということなんで、はい、すぐ病院行ってもらったら助かりますんで、はい、早速準備させていただきます、はい、使ったあかんで、これ使ったあかんで、マジであかんで、サムネとかにしたら。さあ準備ができた、えらいずんぐりむくり、いやそんなことないです、そんなことないですよ、もう言い過ぎかもしれないですけど大変まあでもこれはほんまに笑顔でいられるの今のうちだけですよ、みんなここ、ルフィみたいになって帰ってますから、嘘こっぱなって、はい、ということで早速、はい、風船の方いきたいと思います、はい、すみません失礼します、はい、なんか今までにない緊張感ですね、緊張感なんでなんでなんで、うん、なんかすいません失礼します、ちょっと待って、それ胸で使ってますよおいどうすんねんもうちょっとじゃあ下まで、すいません、今までおじさんばっかだったから、いやそうなんですよ、何の緊張感もなかったけれども、緊張感なかったけど、いきなり女子になってさあそれではいきますかさあそれではなんかでもちょっとドキドキしてきた、バックな方は全員爆破して帰ってもらうということがルールなんで、はい、早速いきたいと思います、はい、あーいいね、あ怖い怖い怖いあ、怖い、え、ちょっと待って、え、怖い、まだまだまだえ、まだまだまだえまだえちょっと待って、まだえまだえまだ、一番ビビってる、ちょ、まだうわーっとうわーっとうわーっとサイコパスおる楽しい待って、サイコパスおるってえ、ビクトもしなかったって何ええ、何怖っキャッとかないっすか、今までボブという声しかなかったんで、え、今までいないタイプの本当にえ、ちょっと怒ってますえ、いや顔はでも怒ってます、顔は怒ってます完全になんかさっきと違う気がおいおいおいみたいな感じの、いや怒って、怒ってるえ、わかんない、いや、怒ってるとすれば、はい、もうちょっと刺激ないとリアクションできない、はい、何それちょっと普段からなんかそういう訓練受けてるんで、そう私結構そうですね、ちっちゃい時風船パーンってめっちゃ割ってた、こうやってそれかな、遊び方が独特っすね、あ、多分それっすね、それっぽいよ、それ完全にそれやと思います、それっぽいよねごめんなさい、いやいやいや、ありがとうございましたなかなかキャーみたいな声はねお聞きすることできなかったですけれども、楽しかったです、はい、ありがとうございました、はい、これで私5勝1敗という華麗なる成績を残して、すごい、いや、ありがとうございます、このジローの展開の道の収録はもしかしたら終了ということで、またいつかどこかで僕の目の前に敵が現れたらまた皆さんにお届けすると思いますんでぜひともまたご覧ください、ありがとうございました、さよなら、さよならで番組をご視聴いただきありがとうございました、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いします。